花発見。覗いてみよう。とても高そうだ。やめておこう。あ、お約束ね。とりあえずお約束。とりあえずお約束。ね、一旦お約束だよ。とても高そうだ。もっと覗き込ま。さあ、落ちてしまいました。最後の試練行こう。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、行きました。おっとっと。とっとっとっと、どうなるんだこれ。いやー、これどうなるんだろう。バクテを使うのお疲れ様です。来たな、不敬な。あれ、動ける。でもどこに、どあ、こっち、え、何非常口あるぞ。こっちだろ。とりあえず入っていこう。ちゃんと開けたら閉める精神ね。あー、なんか深い。うわ、怖い。何これ。爆笑使いのために最後の試練頑張ってください。最後の試練って何なの本当に。すげえ下るじゃん。ちょ、暗くて分かんないんだけど、これ、これ合ってんのこれ。いや、ドアの見えねえんだけど、これ。爆笑使いのお疲れ様。うわ、怖い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 、もうやだやだやだ、これ怖えよ、もうやだよこれ。焼きたてのほっかほか、うぃー、助けてくれ平助。俺よ、酒の飲みすぎて芋になっちまった。酔っ払っちまって、どれが本当の顔か思い出せねえ。俺の頭はどう、俺だ平助。平助、よく来たな。ほっかほかほっかほか、ウィー。あ、これ本物がどれかってこと？いや、知らねえよ。そんなまじまじと見てないからさ。でもなんかね、これじゃねえの？違う？これじゃねえの？一応答え合わせするか。一応答え合わせします。頭を選ぶ位置、本物は左頬。左頬にある、髪の毛の有無、髪の毛はない、唇分厚い、全部分厚いよな、唇分厚い、目の開閉、のび太くん、何目の開閉、のび太くんって怖いんだけど、何目の開閉、のび太くんって、鼻の大きさ大きいよ、これなんかな、そうだね、じゃこれだね、うわ、怖いんだよね、何これ、これが怖いよ、一番。芋怖えな。右から2じゃね？いや、ほくろは、ほくろは本物は左方って書いてあるから、やっぱこれだな。俺か、俺でいいのか。はい。へへへ。へへ、当たり、押し。何この精神世界。BGM が怖がらせに来てる。いや、怖いよ、ほんとに。怖えわ、これ。怖えな、これ。何この、何この世界。ちょっと好き。ちょっと好き、この世界。ちょっと好きだわ、この世界。さあ、次です。2の部屋。歓迎されてる。あれ、おかみさん。これなんなのこれ。これ何なんだろう。突然コンサート始まった。オンステージが。失敗したらどうなるんですか。見たい。いや、見たくないな俺。エヴァみたい。いや、ちょっと精神世界すぎるなこれ。今まで思い出すクイズなのか。
ちゃんとやってきたかどうかみたいなことか、このゲームを真摯に取り組んだかみたいな話か。これでも何なんだこれ何これ、何見りゃいいのこれ。うまいな歌。ん？静粛に。ん？うわあもうやだこういうの。これより鳥山骨太郎殺鳥事件審議を始めます。早速ですが判決を言い渡します。被告人嵐山入りは殺鳥罪で有罪。怖。こういうなんかでかい鳥とかもすげえ怖いんだよ俺。焼き人間の権利者、うわぁ、逆にね、逆パターンの怖さね。あのガンツの巨人編だねこれね。いやーまあこれは兵じゃないだろうこれはどう考えても異議ありって言わなきゃいけないよね。フラグ立てなきゃダメだよこれね。裁判所の判決に異議を申し立てるって言うんですか。よろしい、今日は特別に人間の世界から証人を生み出し、人間にも鳥にも公平な裁判を行いましょう。それでは証人尋問を始めます。証人が証言した言葉は全て証拠になります。弁護人は都合の悪い人物には質問しないこともできます。ああ、はいはい。それでは最初の証人出てきなさい。これはあれか。焼き鳥好きそうな人間。ん？焼き鳥好きそうな人間を選んでいくってことか。そういうことでしょ、どうやら。多分そういうことなんですよね。なんとなくさっきの文脈読んだ感じ。多分だけど、このユリの作る焼き鳥を好きそうな人間だけを見つけないと証拠として捉えられる気がするんだよ。で多分こいつはねいいと思ってないと思うんだよね。ポスターがフラゲだった、ポスターがね。焼き鳥反対派なわけでしょ。いやもうこいつは好きだろ、もうこれは好きですよどう考えても。俺酒好きでも焼き鳥まず、うわ結構変な。どっちなのつぼやすって。証言してみよう。おおよしよし、とりあえずつぼやすね。毎年ギリでお世話を送ってるんだ。だけど今は何とも思ってないんだな。この人の焼き鳥はまずいんだな。ユリなんか死刑死刑。待てよマジで。すごいやつ待てよマジで。俺あと一回死ぬじゃん。マジかこれ。きつ。いやもうこれは好きじゃないだろう。リセットのか。これリセットくるねこれ。どっちやんこれ。いやもうこれはちょっと。リセットの方が早いんか。誰だこいつはそして誰だこいつは。むずすぎる、怖い。いやもうマーライオンとかどうなんだ。証言してみよう。彼女とは幼馴染ですよ。あ、じゃあいいんじゃないか。けれども彼女をかぼうなんて思いませんね。一度お茶会に焼き鳥を持ってきたことがありまして、それがまずいのなんだ。ビクターパンチライン。さあ、今回からチューリップをやっていきます。初めての人は初めまして、お久しぶりの人はお久しぶりです。ファクトリー使い様お疲れ様です。駄菓子屋のおばあちゃんじゃ。ああそっか、駄菓子屋のおばあちゃんだったのか今。みんなに嫌われてる。うん。
とりあえず一の部屋は大丈夫だ。新実況ですか？楽しみです。新しいやつですよ。警官は焼き鳥が好きだった。始まった。こんばんは、こんばんは。誰なんだろうな。とりあえず違う2人は分かったな。坪安は違う。かわいそう。ちょっとかわいそうだね、この話。父親の首取れるよ、見てみ。いや、ちょ、やだわ。もう俺首取れるの嫌なんだよ、ほんと。怖いわ。父親の首取れるの？どういうことなの？取れるって。今のところ誰も好きだとは言ってくれない？とりあえずさっき選んだ人とは違う人たちを選ぶしかないな。さっきのただの運ゲーやん。いや、でも絶対ね、あるはずなんだよ、攻略法中か。もう絶対この人好きだなっていうのが分かるはずなんだよね。さあ、来た来た。今来たのですが、どうなってますか？最後の試練に臨んでます。はい。よし、行こう。再び再挑戦。再び再挑戦って頭痛が痛いみたいな言い方だな。わあ、壊れてる。あ、取れてる。あ、父親もこういう人だったんだ。ちょっとこれはどうなんだ。これもうひたすら作業ゲーっちゅうか、もう運ゲーなのかな。誰が好きなんだろう。つぶやすライオン違いましたね。ですね。つぶやすライオンと、あと誰だっけ。おいつ誰だっけ、つぶやすライオン。あと誰が嫌いだって言ってたっけ。わかんねえな。駄菓子屋のばあさんかな。ねえ。あの歌はもう一度聞くないです。あの歌か、あの歌なんだよな。投げんだよな。プレイ中にユリのブロマイドを住人に見せまくっていれば楽勝らしいですよ。あ、そうなんだ。そういう攻略法があるんだ。もう怖い怖い怖い、もう。あれ？これ、さっきと言ってる人違くね？言ってる順番一緒？とりあえずこれだけど。まあ、これ、え？変わってる？場所変わってんだ、これ。いちいち細かいな、芸が。はっきり言ってヒントが今までなかったから難しすぎる。そうですね。よし。歌にヒントはないか。まあ分かっても、歌分かんねえしな、あれ言葉が。変わってますね、変わってましたね。騙されそうだった。いや、この世界観微妙に好きなんだよな。この階段の世界観。リセマラ対策周到すぎる。だよね。さあ、来ました。いや、つらい。飛ばせねえかな、これ。ここに戻ってセーブしたい。いや、本当だよね。長い。ゆりさんとこめっちゃ怖い。じゃあ、証人の順番変わるな。変わりそうですね。夢に出そう。いや、夢に出てきそうですね、これ。これはきついね。なんだろうこれ。なんなんだろうこれ、怖さ。怖いんだよね。階段の世界観だけだな、俺好きなの。どんな状況ですか。俺も説明はできないです。ただ地下に潜ってひたすら精神世界を見せられてるみたいな話です。これも嫌なんだよな、この鳥のやつ。
はいはい。焼き人間の刑っていうのが嫌なんだよな。周りの鳥たちノリノリやん。いや怖いなこれ本当に。鳥に見られるっていうのが一番怖いよ本当に。とりあえず坪安、あのおっちゃんは違う。でライオンも違う。坪安は違うと。次の人お願いします。人は吹かれてやるぜ鳥。警察行けるか。この人の焼き鳥はまずい。逮捕逮捕。ユリなんか死刑死刑。おい速攻じゃねえかバカ野郎。警察もダメか。そうか。いやダンディどうだ。ダンディ行ってみよう。彼女はリトキヤイズマ。あまずい焼き鳥見よう。そして感知したにもかかわらず未だに焼き鳥を作っているのです。もちろん私は止めましたよ。町の迷惑ですから。ユリなんか死刑死刑死刑ロ。もうどんだけ切られてんだこれ。どんだけ切られてんだよ人に。これも運ゲーやったりして。マジでこれ運ゲー。毎回変わる。もしかしてここは一つ私にも証言させてくれ。私は苦い食べ物が大好きなんでしょ。おユリの焼き鳥は焦げ臭から好きじゃ。ユリは焼き鳥の名人じゃよ。ひゃひゃひゃ。ばあちゃんかまず。まずばあちゃんか。でもこいつは違うと思う。運ゲーじゃないですよ。運ゲーじゃないんだ。ばあちゃんだな、まず。まずばあちゃん。うわぁ。お前、社長命令でいいこと言え。リさんですか？歌はうまいですよね。でも正直言ってこの人好きじゃありません。私の歌はまずいという前に焼き鳥の味をうまくすればいいのです。はい、とりあえずまあ、ばあちゃんだったな。ソニーコンピューターエンターテインメント、ようやく一歩目。まあばあちゃん、まずばあちゃん。もうリセットおじさんがまた降臨しましたよ。いや、リセットお兄さんですね。リセットお兄さん爆弾。またあの歌を聴くのか。長いね。長くなりそうですね。次、ばあちゃん死刑って言ったら笑う。バクテルお疲れ様です。3回目。お疲れ様です。さあ今回からチューリップという動画を出していきます。初めての人は初めまして。お久しぶりの方はお久しぶりです。もうおばあちゃん以外全くピンとこないな。また始まった。最後ですね。いやこれで最後にしたいですね。終わらせようってきてんだからね。あと駅長は？駅長来んの？まだ全員見てないんか、もしかしたら。はじめまして、はじめまして。さあ行きましょう。いくつ関門があるんだろうか。今攻略サイト見たら3つらしいですね。で、これで、いい証言をしてくれるのが8人いるらしくて、で、このうち2人らしいわけで。で、そうね、有利な証言をしてくれるのは2人だけ、8人中。それを当てて第3の関門に行けるらしいです。結構登場人物多いからね。駅長は嫌いそう。ちょやだねこれね。穴開け覗いてみよう。もっと覗き込む。社長の書を売ったからバタヤ寝返ったんですかね。そんな簡単に寝返るもんかな。毎回お父さんの首取れてんな。未確認少年ゲドウみたいになってますね。サイモン&ガーファンクルみたいな。
マシンガンっつって、ヒーリンガン。とりあえず一人分かってるのでかいですね。ばあちゃんとあと一人とかです。そうですね、ばあちゃんとあと一人探し出してそいつに証言させるっていうのが目標。下手なホラーゲーよりかは、いやほんとサイレントよりも怖いよ俺これ。俺ホラーゲー怖くてやんないんだけど、これは怖いね。ホラーゲームだねこれ。さあ来た。左から2番目か。明日休みですか？休みじゃないです。これだな。ホラゲーとは違う怖さがある。世にも奇妙な物語みたいな、そう、そんな感じですね。よし。もうここは完璧だ。ラグが出てきた。駅で切符を売ってるおばあちゃん説。さあラグが出てきたな。不吉だな。さあ始まった。これちょっと覚えそうだわごめん嘘、覚えない。これはさすがに、裁判されるから老中しまくってる平助の方だろ。そうだね、俺の方が多分平助の方が多分悪いやつだよ。なんか回線悪いかな。回線は確かにちょっと悪い気がするね。いでほのまねか。もうなんでこれ聞かなきゃいけないんだろう毎回。また録画止めるんですか。わからん。イデホの真似です。イデホの真似かーって聞こえたな今。モノマネ静止国。あーもうやだ、もうこれ怖い。はいはい、右あり。よし、はいはいはい。まあもうある程度分かってきたからね。警察は違うと。ダンディも違う。証人出てくるときになんでサザエスの家みたいな扉から入ってくるんですかね俺まずばあちゃんだな。よしよし、これは変わんねえな。ネットではミチルが支持者って書いてあった。それミチル確かに証言させてないな。まあこの人は違うと。あ、でも8人中2人しか支持してないのに死刑撤回するっていうのもおかしな話だけどね。大多数が死刑にすべきって言っているのに。来た、行ってみるか。ゆりに焼き鳥かい。かなりいい味がしてる。おし、来た来た。焦げた焼きナスと同じ匂いがする、味がするからね。よし、2人行ったからこれで終わっていいんか。それでは人間たちの意見を考慮に入れて判決を言い渡します。鳥殺しの重罪は許し難い罪であるが、
駿河町中に2人の将軍が考慮したところ、被告人嵐山入りは鳥を殺すだけでなく美味しく料理していたという事実が判明した。よって冤罪に打ちあり、被告は無罪放免。それでは閉廷。これで次の部屋に行くことになったのか。よし、じゃあ次の部屋に行きましょう。